はい、どうも、ラスと申します。今回ですね、このバルヘイムの基本操作ですね、皆さんにご紹介していこうと思います。まだね、バルヘイム始めたての方とか、このゲーム知らない人向けにですね、どんなゲームなのかを簡単にね、紹介していこうと思います。バルヘイムはですね、こういう三人称視点のオープンワールドの、アクション RPG みたいな感じですね。マップを開くとですね、まあ、こんな感じで、これ地球みたいなのが出てきて、で、今ですね、私の、ワールドがあるんですけれども、今ね、ここの探索しているエリアが、ここでね、出てきてるんですけど、他のね、このグレーのところはまだ行ってないエリアということで、世界がね、まあ、こんだけあるんですけど、まだね、私は、このね、エリアぐらいしか探索してないっていう感じで、これがね、地図でわかるようになってます。地図はですね、キーボードの M ボタンを押すとですね、こんな感じで切り替えすることができます。マウスのね、ホイールでこの地図のね、縮尺をですね、変えたりすることができるので、やってみていただければと思います。キャラクターの基本操作なんですけども、バルヘイムはこういう三人称視点のゲームなので、基本はね、キーボードとマウスを使って操作するようになってます。マウスをね、動かすと、こんな感じで視点をね、ぐるぐる動かすことができて、主人公の周りをですね、こうやって見ることができます。360度見ることができますので、上を見たり、まあ、下を見たりとね、いうことができますね。ちょっと暗いですね。あとは天気のね、概念もあるんで、朝になったり夜になったりするので、夜になるとね、もう結構暗くなって視界が悪くなるので、こういう松明とか使ってですね、周りを明るくして、まあ、探索していく必要があります。で、移動に関しては、キーボードのですね、キーボードの ASD と W、これを使ってですね、キャラクターの操作をさせていきます。W を押すとキャラクターがね、前進します。こんな感じで、前に向かってね、歩きますので、W を押しながらキーボードとね、組み合わせて、こうやってね、歩いていく方向を自分でね、決めていくというような感じで操作することができます。まずね、A が左側に歩いていくと。こんな感じで左側に歩いていきます。画面に向かって左側ですね。で、D を押すと画面に向かって右側。S を押すとですね、後ろ側にですね、歩いていくことができるので、なので A、S、D、W。これ使ってですね、四方に移動することができます。あとは、まあね、マウスを使ってこうやって動かしていくというようなゲームになってます。こういうゲーム慣れてない方はですね、最初この操作にちょっと戸惑うかもしれないんですけれども、結構ね、こういう TPS 系のゲームっていうのは、キーボードとね、マウスを使って操作していくことが多いので、まあ、慣れていくことがいいのかなと思いますね。あとはマウス関係の操作ですね。マウスの、ホイールですね。ホイールを回すとですね、こんな感じで、こうやって近づけると臨場感が上がりますし、離すとね、視界が結構広くなるんで、探索するときはこうやってね、一番遠くの、視界にしてやるのがいいかなと思いますね。ちょっとこのドワーフが邪魔ですね。あとは、タブを押すとですね、インベントリーといって道具のね、一覧が開きます。自分ね、今いろいろ持ってるんですけれども、こんな感じでですね、道具の操作が、できます。このバルヘイムの世界にはいろいろね、木とか石とか落ちてるんで、拾ったらですね、このインベントリーの中に入ってきます。一番上にあるやつは、この1,2,3,4,5,6,7,8 ってあるんですけれども、キーボードのキーに対応してますので、1とかね、2とか3とか押すと、その数字に合った、道具にですね、変更することができますので、こうやってですね、セットすることが、できますので、皆さんもね、やってみていただければと思います。こんな感じで切り替えすることが、できます。使うときはこの数字をキーを押すという感じで使っていけばいいかなと思います。あとはキャラクターの操作で言うと、スペースキーで、ジャンプですね。ちょっとした段差とか飛び越えるときはこのジャンプね、スペースキーでジャンプをしてみてください。W キーとかとね、組み合わせながらやると歩きながら、ジャンプすることが、できます。あとは、キャラクターをですね、これ普通だと W を押したままだと歩いてるんですけれども、走らせることもできます。走らせるときはですね、シフトキーを押しながら、W と一緒にね、押すと、こんな感じで、キャラクターを走らせることができます。
ただですね、下にあるようにこの黄色いねゲージみたいなのが減っていくんですけど、これスタミナゲージですね。何もしないとですね、この黄色のゲージが回復して、右側にねこう溜まっていくんですけど、皆さんも走るとしんどいと思うんですけど、このスタミナがね、下にあって、これがね全部減ってくと走れなくなっちゃいます。こんな感じでずっとね走ってると、ねもうこれ赤くなって走れなくなっちゃいます。一時的に、ね、走れなくなっちゃうので、注意してください。ジャンプするときもちょっとねスタミナを消費するような感じになってますね。あとは走りながらジャンプとかもできますので、その場合は、W シフトとあとスペースキー押すと、ジャンプね、走りながらジャンプできます。慣れないと難しいと思うんですけど、このあたりもね、できるようになっておくといいかなと思います。あとは、コントロールキーを押すとですね、しゃがむことができます。しゃがんでですね、自分の気配を少しね、消すことができるようになってます。バルヘイムの世界はですね、最初、イノシシとか、シカとかがいるんですけど、走ったり歩いたりしてると気づかれるので、こうやってね、コントロールキーを押して、こうやってね、隠れながら鹿とかに近づいて、弓でね、倒すっていうこともできますので、皆さんもね、気づかれてるなぁと思った時は、このコントロールキーで、隠れて動物にね、近づくっていうのをやってみていただければいいかなと思います。結構ね、いい感じで近づけるので。あとは X キーを押すとですね、こうやって座ることができますね。あんまり座ることないんですけど、まあ、こんな感じで、座ることもできますね。キーボードのエスケープキーを押すとですね、メニューが開きます。ここで、設定、あとログアウト。で、あと、まあ、終了。ログアウトを押すとですね、メインメニューに戻って、終了するとゲームがね、終了しますね。設定を押すとですね、設定画面が開いて、操作方法を確認したりですね、音量の大きさの設定ですね、あとグラフィックに関連する部分ですね。パソコンが重いときはこのあたりのね、設定を見直しするのがいいかなと思いますね。その他は、あと言語ですね。日本語とか英語とか、あとカメラの振動とかね、ちょっと揺れて気持ち悪い方がいたら、ここを変えたりとかですね。UI のサイズとかも変えることが、できますね。なので、設定でね、操作に関連する部分、音量とか音声ですね。あと、グラフィック関係とか、あと、言語に関連する部分を設定することができるので、皆さんもね、エスケープキーでメニューできるので、やってみてください。もう一回ね、エスケープキーを押すと、元にね、戻ります。あとは、キャラクターの攻撃とかに関するところなんですけど、例えば武器とか持って、でこの右下にマウス1とか3とか2とかあるんで、これにね、あった攻撃とかができるようになってます。基本的に左クリックですね。左クリックで、攻撃、普通の攻撃ですね。で、右クリックで、攻撃をね、ブロックすることができます。盾とか持ってると、よりね、効率的に敵の攻撃をブロックすることができます。ただね、こうやって正面の攻撃しかブロックできないので、後ろからね攻撃されてると、ちゃんとねこう後ろに振り向いてブロックとかってやらないと敵の攻撃をねブロックできないので、注意した方がいいかなと思います。敵がいっぱいいるとその方向に合わせてブロックをする必要があるというようなゲームになってますね。でブロックしながら、スペースキーを押すとこうやってね転んで回避行動をすることができます。こんな感じで、移動方向、キーとあとブロックしながらですね、右クリックをしながら、スペースキーを押すとこうやってね、ポロンと前転することができますので、敵の攻撃を回避したいときはこうやってね、やるのもいいかなと思います。で、マウス3ですね、デフォルトの場合はホイールの押し込みですかね、押し込みするとマウス3の副次攻撃ということで、ナイフとか持ってるとですね、こういうちょっと特殊な動きで攻撃することができるので、まあね、あんまり使わないかな。基本はこの左クリックの通常のね、攻撃で結構ね、やりやすいんで、こんな感じでやるのがいいかなと思います。斧とか持ってるとですね、普通に、斧の、まあ、攻撃できるんですけど、まあ、これでですね、木を切ったりとかできるので、まあ結構ね、左クリックはよく使うかなという感じですね。こんな感じで。木を切ったりすることも、できますね。はい、こんな感じでですね、今回はですね、バルヘイムの本当の基礎の、操作方法ですね、少しご紹介させていただきました。
今回の動画が少しでも良かったとか分かりやすかったとかありましたらですね、いいね、またもしよろしければチャンネル登録もしていただけると、今後の励みにつながりますのでよろしくお願いします。なんかすごい敵がいっぱい来ましたね。本当にバルヘイムの簡単なご紹介でした。結構ね面白いゲームなので皆さんもねやってみていただけると嬉しいです。私もねまだあまり始めたてなんですけど、よかったらいろいろ情報を教えていただけると嬉しいです。ってことで今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼いたします。